ディロン・ジェームズ・ピーターズは、アメリカ合衆国インディアナ州インディアナポリス出身の、プロ野球選手。左投げ左だ。MLB のピッツバーグパイレーツ所属。2011年の MLB ドラフト20巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名されたが、この時は契約せずに、テキサス大学オースティン校へ進学した。2014年の MLB ドラフト10巡目で、 マイアミ・マーリンズから指名され、プロ入り。2015年、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・マーリンズで、プロデビュー。A-9 バタビア・マックドックスでもプレーし、2球団合計で11試合に先発登板して1勝4敗、防御率3.60、40奪三振を記録した。2016年は、AA 級ジュピター・ハンマーヘッツと AA 級ジャクソンビル・サンズでプレーし、 二球団合計で24試合に先発登板して14勝6敗、防御率2.38、105奪三振を記録した。2017年、マイナーでは、ルーキー級、ガルフコーストリーグマーリンズ、A 級ジュピター、A 級ジャクソンビルジャンボシュリンプでプレーし、三球団合計で13試合に先発登板して7勝3敗、防御率1.57、55奪三振を記録した。 9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のフィラデルフィアフィリーズ戦にて先発でメジャーデビュー。この年メジャーでは6試合に先発登板して1勝2敗、防御率5.17、27奪三振を記録した。2018年は7試合に登板して2勝2敗、防御率7.16、17奪三振を記録した。 2018年11月21日に、タイラースティーブンスとのトレードで、ロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。2019年は17試合に登板して4勝4敗、防御率5.38、55奪三振を記録した。2021年2月8日に、アーロン・スレガーズの加入に伴って、ディエフェとなり、13日に、マイナー契約となった。シーズン開幕後の5月19日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月14日にアダム・イートンの加入に伴って DF となった。2021年7月19日に金銭とのトレードでピッツバーグパイレーツへ移籍した。ありがとうございます。